今回は目の下のクマを取る眼輪筋のトレーニングをお伝えしたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンジです。今回も老化予防のアイデアとか健康に関するヒントをあなたにお届けしたいと思います。はい、今日も張り切ってやっていきたいと思うんですけれども、これですね、目の下のクマを取るっていうことなんですね。で、これ目の下のクマを取るっていうのはですね、もう完璧にですね、完全にですね、この眼輪筋でこの筋肉あるんですね。この筋肉の衰えによる血行不良っていうことがほとんどの原因なんですね。あとはいろんな症状があると思うんですけども、ほとんどその状態かなと思っています。目が疲れるっていうことが非常にこの世の中多いじゃないですか。ほとんどパソコン、スマホ、ね、書類見たり本読んでるとかもありますけども、やっぱスマホとパソコンが一番の原因だと思うんですね。これを解決するためにですね、やっていかないと、あなたのですね、20代であろうが30代であろうが目の下にクマができちゃうんですよ。クマができちゃうということは、もう眼輪筋がもういっぱいいっぱいですと言ってるわけなんですね。もう疲れてますっていうことなんですよ。そしたらですね、目の疲れっていうのはですね、えらいことで、たるんでくるんですね。たるんできたらどうなるかというと、顔が一気に老け込むわけなんですよ。で、これですね、顔の筋肉だからそういうことなんですけど、それを他の体の筋肉でも想像してほしいんですけども、例えばお尻がたるんできた、お尻が下がってきた、バストが下がってきた、二の腕に脂肪がついたと同じような現象が顔にも起きているということを注意しててほしいんですね。だから僕はですね、今回この顔の、いや、特に大事なこの目の周りですね、目の周りの下のクマを取って、かつこの眼輪筋を鍛えて、言えばですね、クマがなくなっていって目のたるみも取るっていう方法ですね。これをお伝えしていきたいと思います。でですね、早速なんですけども、いつも使ってるですね、あればこれを使ってほしいと思います。生体いらずの炭酸スプレーですね。これあればですよ、あれば使ってください。なければですね、下にまた購入ページつけておきますんで、よかったらそう購入してもらっても結構なんですけども、なかったらですね、あなたの化粧水、美容液とかでやってください。で、僕目の前にシュッとかけます。シュッとかけることによってですね、いわばこう顔になじませて、これですね、皮膚から炭酸が染み込んで、毛細血管を拡張させるということなんですね。毛細血管を拡張させるとどうなるかというと、血液の循環が良くなって、今まで動いてなかった筋肉に血液が流れることによって動きやすくなるということなんですよ。で、特に目のクマができているというのは血液が循環が悪いということなんで、特にここは皮膚が薄いんで、黒く映っちゃうわけなんですね。で、やっぱり疲れてきたりするとですね、ここら辺がこうクマができたりとか、目がたるんできたりとかですね、そういう症状になってくるんですけど、それも改善してくれます。それすごい優れものなんです。あとビタミン C、 プラセンタとかヒアロン酸とか入ってるんですけども、そんなことはさておきですね、やっていきます。はい。で、まず右手でですね、この目尻の眉毛のここら辺のまぶた、ちょうどここですね、眉毛を押さえましょう。眉毛を押さえてください。眉毛を押さえて、次こっちの左手でですね、この下のまぶたをグッと押さえてください。こんな感じですね。で、こっからですね、光が入って眩しいっていう目をしてほしいんですけども、こう眩しい。で、その時にですね、この上まぶたは動かないように、下まぶたも動かないようにするんですけど、この時にですね、下まぶたがプルプルプルって動くんですよ。こう眩しいってやったら、で、ここでですね、10秒キープしてください。3、4、5、6、7、8、おお、結構疲れますね。はい。で、こっちも行きましょうか。はい。これ疲れるって、その眼輪筋が疲れるってことでね。はい、行きまーす。まぶしい、まぶしい、こんな感じで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じなんですけども、これ10秒やったらですね、結構ね、この眼輪筋のね、筋トレになるんで、その疲れ度合いっていうのはですね、その目の疲れっていう、その目の疲れっていうか、この筋肉の疲れっていうですね、やってほしいんですけども、疲れた後はですね、もう一回この炭酸スプレーをしてください。で、これですね、また酸素じゃあは、炭酸を吹き込むことによって、この毛細血管が拡張して血液の流れ良くなるから、さらに、目のその疲労度合いも取れます。で、こういう感じですね、極端に言ったらですね、もう一回僕はちょっと やりますけど、おさらいでですね、1回で十分です。1日1回やってください。 10秒もやるとですね、結構やっぱこのね、眼輪筋のトレーニングとしてはですね、十分なん でこういう感じで、こっちの方がいいか、どっちでもいいですよ。で、こういう感じでまぶた押さえて、下まぶたで眩しいってやると、下まぶたの方がピクピクピクって動くんですけど、これで眩しいってやるとこんな感じですね。
はい、こんな感じでやってください。でこれですね、やっていくとですね、眼輪筋のその筋肉トレーニングになることによって、あなたのその眼輪筋の目の下のクマが消えていくことによって、眼輪筋のその目のたるみっていうのが解消されますので、ぜひですね、あなたも試してみてください。まあこの動画良かったら、またいいねのボタンぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたですね、次回お会いしましょう。さよなら。